昔に兵器として作られました。ありとあらゆる環境に適応し殲滅するための兵器の一部として。兵器だったのか。エイリアンとの戦いが始まった時、僕は自己増殖による兵力増強を行いました。自己増殖。はい、僕は複製された無数のエミールのうちの一人です。僕たちはお互いに協力し合うことでなんとか防衛線を維持していました。しかしそうやって何百何千とコピーされていくうちに僕たちの記憶は薄まっていったのです。